左手は若干斜めにっていう感じですね。まっすぐ、ちょっと斜めになってます。中指あたりを基準に、人差し指をちょっと外に広げるような感じですね。この2本あたり中心に、人差し指小指を開いてストレッチする。人差し指からこういうふうに伸ばそうとするよりも、中指あたりから両方に広げるみたいな感じです。で、右手の身しっかりとタイミングを取る練習。で、それを応用して1弦、3弦、2弦、3弦。が、1弦、2弦、1弦、3弦とか、で、左手もタイミングよく乗せていく。これは音ってなくて構わないので、しっかりとタイミングを、なんとなくモヤモヤと、もやもやと乗せるんじゃなくて、タイミングをしっかり体で感じてるかどうかを意識する。で、1弦3弦あたりで慣れてきたら、6弦あたりになるとちょっと斜めっていうのはきつくなってくるんで、だんだんと飛ばしでいく。あとは6、7、こっちに上がっていく、下がっていったりで、1、2、3、4っていうこの指、1、2、3、4のこの4つの方向を逆に4、3、2、1っていう動きに変えて、で、1、2、3、4よりも4、3、2、1の方が最初はちょっと難しいですね。指を離すっていう作業が必要になってくるんで、離し遅れるとこういう感じになってきますので、確実に離す。で、こういうふうに動きも、おすすめです。例えば、あとは
形ですね。まあ、いろんな応用ができます。